こんにちは、山手駅研究家の三笠玄山です。今回はですね、こちらに書いている周りの人を幸せに導く伝道師門ということでね、いいですね、伝道師のように周りの人を導くということです。それがどういう人なのかについてね、これからお話していきたいと思います。まずですね、この人差し指のところをね、ちょっとだけこう内側にこうおいでおいでってしてもらったら見やすいんですけど、おいでおいでしたらここの線がちょっと見えますよね。でこのちょっとおいでおいでした時に、あ、ここにはっきりと、でまた戻した時に、あ、はっきりとこう線が出てるよね。これよく言われるソロモンの輪っていうやつですね。でこのソロモンの輪が出ていて、さらにここですね、こういう形でソロモンの輪に線が2つピュッピュッてこう入っている、これをね、伝道師門と言います。意外とね、入ってるんですけど見落としてる場合があるんです。で僕はこういうとこやった時にちょっとこうしてもらって、あ、伝道師門入ってるな、ということは何か人に対して、指導するとかね、導くとか、そういうことをするといいよって言います。ただしこの時の注意点は、人差し指が薬指よりも長いとか太いとか立派な人だとちょっと偉そうになってしまうんですね。こう偉そうにこうなってしまうので、ちなみにね、ここにね、こういう、まあ、仏眼門のような目があると、これは支配門って言います。だから人を支配したくなっちゃうんです。だからこれは強いんです。だからこれはちょっと人を支配するので、こういう人は幸せに導くというより自分が幸せになるために人を導いちゃうので、逆転現象なので気をつけてください。これがなくてこういう形でね、普通にあると、こういう人はなんか人を幸せに導くので、僕がいつも言ってるように占い師とか相談師とか、あと学校の先生もね、実は多いんです。もしこうなってたら、いわゆる孔子のようにね、はしごのようにこうなってたとしたら、これは有名な聖職門という形で、学校の先生とかね、何か、ま、みんなをまとめてしていくとかいう牧師さんとか、こうそういうお坊さんとか、そういう人によく出会います。はい、なのでまあこれの方がより強いんですけども、なんかね、今までね、聖職門っていうのだけがすごくフューチャーされたので、あ、私聖職門ないです、だから指導者には向いてないですっていう人が多かったんです。もちろんこの聖職門っていうのは立派な聖職門で、ここにあるっていうことは指導者とかね、こういうナビゲーターとかね、インストラクターになれるんですけども、これだけでもね、なれるので、今回はちょっとここなんですね。あえてこれぐらいでなってる人っていう人もありですよという形なんです。だから僕はどちらでもいいと思ってるんです。ここの人差し指のところにね、そういうサインがあるということは、やはり人差し指っていうのはこう人をジャッジするインデックスフィンガーっていうんですね。だからそういう意味で言うと、インデックスということは命令するとか指示するとかいう意味があるので、まあここに優しい思いやりのあるサインがあれば OK です。なので厳しいサインがあったらダメなので、ここをねちょっとチェックして、でね、さらにね、頭脳線とかね、から上にグッと伸びる線があるとしたら、これはまあ頑張りますよって、向上しますよっていう形でね、行くので、そういう線があったら頑張れる人だから頑張ってほしいと思います。よくこれあのソロモンと間違われるんですけど、下から上にスッて上がってる線ですね、こういう線、あのいわゆる逆玉ですね。だから自分じゃなくて周りから上げてもらえるということなんです。周りの人を幸せに導くことによって自分も幸せになるので、先に与えることですね。自分がもらうっていう、ゲットじゃなくてギブ、ギブアンドギブアンドね、ギブとか言うじゃないですか、ギブアンドギブンとかね、与えて与えている状態にするとか、だからギブアンドテイクとか、テイクテイクテイクじゃなくて、ギブアンドギブンとかね、ビーギブンってやつですね、与えてる状態にする、ギブアンドビーギブンっていう感じなので、ぜひね、今回はこのソロモンの手相でもいいし、聖職門でもいいし、伝道師門でいいから、その人差し指の付け根にどんなのがあるのかなと見てください。そしてまたそういうのがあったら、あ、自分がもしそういう伝道師門があるんだなと思ったら、何かそういうことをすると周りの人が笑顔になるんだなということを認識すると、また新しいチャンスというかね、いろんな出会いとかヒントが降りてくると思うので、人差し指もしっかりと見てください。最後までご視聴ありがとうございました。